オプティマス。よいしょ。ドキョンパーサル。打ち砕いてやつ。ループなんて打ち砕いてやる。何？よいしょ、グー、ジャケポイ。はい、これ、はい。はい、これ、はい。はい、これ、はい。ナイス。シシ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 シよいしょ、じゃあシャッフルどうぞ。注意を、エンド。うわー、どうす、はい、コートに使用。あー、コートに出してきた。あー、ドロー、クロック、タイムドロー、特になかった。チックスコワーク、はいよ。効果処理、ちょっとここら辺でリコに混ぜてもらう。ララライフいいかな。ララライフか、おー、ララライフね。ラララライ、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 ラライ、ヘイヘイゴーゴー。ライ。はい。なんで、打ちまう。打ちまうのかい。はい。はい。ドロー。そうちゃんね、しょっちゃんね。俺何も出せないんだけど。結構それで痛いんだ。うわ、ドローやばい、やばい。ちょっと手札が悪かった。4コスト、はいはい。どんどん水平が。おい。久々かな、5万円いますせー、どうぞ。さて、ウォーチュンスロット、ウォーチュンスロット、ウォーチュンスロット、回収終了。ドロー、おー、なるほど、面白いカード引いたけど、今これ出してもあんまり見えない。全部レインボーやん。全部レインボーか、しゃあねえな。じゃあ、アッパチューラが置いて、4マナで、シャッフルかかるからね。じゃあ、補充したとしてもやばいな。でも、なんか、フェアリーホールとかあるな。怖い、どっちが怖い。じゃあ、5で。5?ダイエンド、これ俺の運命が湧く。ざわ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 、何マナあるの？5マナか。5マナあってない。6マナ、6マナ、6マナ、マジか。あー、決まったか。決まったか。決まった。これするぞ、どうぞ。ちょっとだ、もう一回取られるといいよ。もうオプティマスの効果でマナカナ回収がね。水の方だっけ、効果。そうか、水の方はあのシールドね。ああ、そういうことか。光の方か。そうだ、光の方なんか。水の方は使わなくていい。使わなくていいんだよ。もう手札もあるんだよ。あるんだ。あるんだ。なるほどね。例の子が。そう、例のね。例の悪魔が。そう。例の悪魔さんがいらっしゃるから。はい。じゃあ、どんぐらいやろうかな。ずっと今、ララライフの効果でブーストしてます。もうフォーエバーは落ちてるから、結局別にいいんだけど、7マナ溜まりゃ、7マナ溜まりゃ、もうアイフォンミラーを、はい、結構無限ブーストしました。よし、で、回収まで、はい、回収しました。で、前職になってるので、2マナ、2マナ、はい、2マナ、アイフォンミラー10をタップ。2マナ使いまーす。どうぞ。あ、これ契約。あー、契約効果。はい、契約効果。何枚ですか。フォーエバーは1、2、3、4、5、6、7、8、9、9枚で10、11枚かな。11枚、11枚でいいの。11枚でいいでござんすよ。フォーエバーは最後にしないと。フォーエバーは最後、このこれでこうが、そう、あ、はいはい、フォーエバーが最後ね。はい、じゃあこうか。はい、頑張ろう。戻るよ。どうぞ。11枚ね。
11枚取るしかないな。11枚取ろう。これで俺はオプティマス引かせなきゃいいんだな。そうだね。はい、オプティマス引くな。オプティマス、じゃあな。手の打ちかなきゃいな。何よ？ん、あのアイフォンビラ10を引かなきゃいけない。ああ、そうだ、落ちてますね。いや、アイフォンビラ10か。4、5、これでアイフォンビラ10を引かなければいい。8、9、10、11、11、まあこんだけ。12、12だっけ。11だったかな。はい、11ですね。あれ、ちょっと待ってよ、オプティマスがないぞ。そういうことじゃないんだよ、オプティマスじゃない。あの、ね、どんどん打つべしなおがない。そうなんだよ。いや、まあ4、5、で、7マナ。はい、まあ、ララライフで落として、もう一回やればいいだけの話じゃないよ。ララライフで、はい、1枚やって、はい、水の効果、はい、これ1枚作ろうかな。そうだね、自分の手で1枚手札に加えて、手札加えるだから、はい、まあ、あのね、どんどん回収まで、はい、まあ、さっきも1枚引いたのかな。あーい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、よっしゃー、こっち行かなかった。行かなかった。2ミリ引いてあったのに手札がレインボーだけだったよ。もうシャッフ出して止めるしかなかった。いやー、楽しいなー。あと3って言っとくべきだったな。3だったな。そうだね、宣言3だったな。いやー、楽しいなオプティマス、今強いからな、オプティマスで普通に。あ、デッキレシピは変わってないよね、前と。変わってなかった。じゃあ前のやつが、あの、載ってますので、そちらの動画もぜひご覧ください。はい、というわけで今回の動画は以上です。バイバイ、さよなら。ご視聴ありがとうございました。当チャンネル、デュエルレコードチャンネルの他にも僕たちのセカンドチャンネルがございます。まあ、動画投稿する内容はいろいろあるんですけれども、まあ、雑談だったりとか、このチャンネルで出せなかったメイキング動画とか、あと NG みたいな感じでいろいろ出していこうかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。僕たちの対戦動画ウィキというものがあります。そちらは下の概要欄、この動画の下の概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。プロフィールだったりとか、このチャンネルについてのいろいろなことが、いろいろ書いてあるので、ぜひご覧ください。では、次の動画でまたお会いしましょう。それでは、ほいほいさん。